どうもこんにちは。今回はですね、地元の岩国市の錦帯橋に来てます。お近くのニャー大佐さんがいらっしゃってます。こんにちは、ニャー大佐です。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube にアップをされてる方でもありますので、今日はですね、一緒にご飯を作ったりしながら、岩国っぽい料理を作っていきたいなと思います。あれ、ほんまに会社をサボってるんですか？サボっていうか、まあ、有給取ってるんです、ね、ああ、なるほど。今日もでも本当あれですよね、桜が咲いてればよかったんですけど、少し、ね、咲いてるとか言えるので撮っときましょうか、はい、あいにく曇りですけど。お互いの車を見てみようと思います。こんな感じで、そうですね、こんだけ照らせれば。天からチャンネルさんっていう人がいて、はい、その人はもうなんて言うんでしょう、多分これぐらいの厚みの木を全部、はい、横も張ってるんですけど、横もですか、はい、でも横に張ってるから、その木の上からもビス打てば棚も自由自在にできるっていう、あ、なるほど、はい、ベッドを分割式で作って、うん、でそこからその広さを確認した上で、はい、まあ、横の棚とかに行こうかなっていう感じですね。今後部座席があるじゃないですか、はい、後部座席に子供らが乗ったりするんで、なるべくすぐ外せるようにしようと思ってるんですけど、子供がいるんで、あれを後部座席を起こせて畳んでというところがちょっとできないとダメですよね。そうです、ね、そうです。じゃあそんな感じで、そうですね、皆さんの方を見てみましょうか。今ちょっとこういう感じで、まあ、ソファーベッドを今ぶち込んでまして、ね、ほう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 、これを、まあ、このこれソファーベッドなんですか。はい、でこっち、まあ、そのままこのまま座れますし、はい、これを広げるとあのベッド状態になるんで、まあ、このまま寝れるかなっていう感じでやってます。なるほど。フルフラットするのにこういったクッションシートをですね、はいはい、まあ、32枚もあるんですが、32枚、4箇所かける8枚で32枚をですね、敷き詰めた形で底上げしまして、あ、でもさすがに相当しっかりしてますね。これクッションシートといいますか、これを貼って、で、まあ、今このように寝るようにソファーベッドを持ち込んでソファーベッド状態でございます。広げたらそのまま寝られるみたいな感じですか。これが切った形で、もう、あ、なるほどなるほど、3分割になってますので、でこれを両方やればもう真っ平らになります。へえ、あ、これいいですね。でこれでも寝れるなっていうところは作ってるところなんですね。へえ、こんだけあったら十分ですもんね。そうですね、僕なんかまあ体小さいんで十分な長さなんで。ほほほほ、どちらかというとなんかここお部屋みたいな感じに仕上げたくてですね、はいはいはい、こういったちょっとテーブルも並べてみたりとかした風なことを想定してましてですね。で、まあ、ちょっと夜寝るときには内側にちょっとシェードを作って、はいはいはい、密閉空間じゃないですけど、そういう風にしたいんですよね。シェードはやっぱり自作してっていう、自作で今ちょっとそうですね、銀マットを切って形を作ったところなんですけど、はいはい、ちょっと吸性がすごくて、それ今反対に巻いて吸を取ってるところでまだ出来上がってないんですよ。確かに巻き癖はすごいですよね、最初。これはあれですよね、1個ずつ売られてるものってことですね。あ、そうですね、1個ずつ入ってたんで2つ買ってしまいましてですね、これでもう広々と寝れるなと。ちなみに1個おいくらぐらいですか？8,000〜9,000弱だったんで。ウレタンフォームを買って工作してとかってするんだったら、こっちの方が安い気がしますね。あ、まあ、安いというかお手軽にできてしまう。しかもなんかちゃんとできますもんね、はい、ちゃんとしたものっていうか。で一応この間息子と一緒に昼寝で寝転がってみたんですけど、はい、非常にこれ居心地いいじゃあ子供さんと一緒にお出かけしたりっていうのをこれからどんどんできるっていうことですね。そうですね、そういうことですね。ああ、いいですね。ちょっとこんな感じで、まあ、車中飯と、まあ、車中泊も車中泊で両方できるといきたいというふうに言いますね。いや、人の車はやっぱ見てるの面白いですね。続いてですね、自動販売機のコーナーに来ました。ここはね、初期の頃に動画を撮ったことがあるんですけど、うどん、あ、ありますよ、多分。こんな美味しい、美味しいですよ。美味しいですよって、ここ20年ぐらい食ってないんですけど、久しぶりなんで食べてたんですね。まさかのね、千円札が使えないです。自販機が基本的に
千円札が使えないです。食べ物は使えなくて、このライターの自販機、ライターの自販機も100円玉とかだけで、これはね、1000円が使えました。おやつが売ってます。なんだろうこれ、めちゃめちゃ気になるものがあったんですけど、この CD、 お CD なんだろう、買ってみますか。いや、これもう買いましょう、買うしかないですね。買うしかないです。とりあえず買ってみましょう。何物なんでしょうか。昔あのエキセントリック少年ボーイってのがありましたね。ありましたね。それかな、それではないですよ。ではないんですか、なんか写真が奥にあるけど、全部犬ドックばっかりですね。後で聞いてみましょう。聞けないですね。いや、いい記念になりましたこれ。うどんとラーメンがあるんですけど、うどんのね、この肉うどん、これが美味しいので肉うどん買います。早っ。はい、今はなかった。こんな感じのね、シンプルなうどんなんですが、これをね、ひっくり返すと、はい、こんな感じでね、ひっくり返すと肉うどん、美味しそうなのが出てきましたよ。たっぷり七味がかかりましたよ。 CD がやっぱり気になりますよね。これね、トリック少年と、なんか説明書きとかもあります。一応あります。青春のアンテナはいつだって感度良好と。あ、いいこと言うな。ね、いいですよこれ。じゃあちょっといただきましょうか。そうですね。じゃあいただきます。これは美味しい。久しぶりに食うけど美味しい。これでも結構売れるでしょうね。青春来た時はもう言い方は全部売り切れになってましたね。じゃあさっきのエキセントリック少年隊、はい、CD をちょっと入れてみます。これは楽しみですよ。そうですね、これ何ですThe art